カニタ駅ホームの津軽海峡線、開業記念碑本作の一節が刻まれている。津軽は、太宰治の小説。1944年11月15日、小山書店より刊行された。初版発行部数は3000部、定価は3円だった。本文中に、著者直筆の津軽略図及び差し絵4点を収める。津軽の地理や人々を描いた、気候文のように取れるが、 研究者の多くはこの作品を自伝的小説とみなしている。本書は小山書店の依頼を受け、新風土起草書の第7編として書かれたものである。1944年5月12日から6月5日にかけて取材のため津軽地方を旅行する。本書が完成したのは1944年7月末である。 15年間という文章で、太宰は次のように書いている。私は、ある出版社から旅費をもらひ、津軽旅行を企てた。その頃日本では、南方へ南方へと、皆の関心がもっぱらその方面にばかり集中せられていたのであるが、私はその正反対の本州の北端に、こうつて旅立つた。自分の身も、いつどのようなことになるかわからぬ。今のうちに、 自分の生まれて育つた津軽をよく見ておかうと思い立つたのである私は、久しぶりに、故郷、を、金木町に帰ることになった。そのついでに、津軽各地を見て回ることにして、懐かしい人々と再会する。そして小り村を訪ね、かつて自らの小森をしてもらった、古の竹を探し当てる。東京発青森経由、カニタパクミンマヤパクタッピパクカニタパクキ。 金木パク五所し原、木造経由、深浦ぱク味が沢経由、五所ょ原パクこどまりぱクカニタパク東京を帰着中、泊り町こどまり地区にある小説、津軽の造記念館。ありがとうございます。